皆さんこんにちは。キッシーズ京都禅タイムへようこそ。こちらは平安神宮、朝の7時前です。お伝えしましたように、私は禅のお寺に修行に行ったことがございますが、その時一番最初に老師に教えていただいた言葉がこの主人公でございます。英語で言うところのマスター、すなわちあなたの命を舞台としたドラマの主人公はあなた自身、誰とも何とも比べる必要がないということでございます。私はこのようにして朝の光に向かって自分に問いかけます。おはようございます。主人公さん、あなたの心を大切にしなさいと。そしてその後、大好きな子の毛上げのあたりを笑顔で散策するわけです。そしてその後はウェスティン都ホテルのオールデイダイニングでお食事です。それまでの映像が何か感じる昨日の入学なのか、ね、京都地方で、この夏第1号が来ました。東北の方は初雪のところが多かったようですね。昨日は立冬であります。いよいよ冬の到来いいかもしれません。まだ京都地方はこれからまだ海中の季節かもしれませんが、大学の海はね、もう桜の木とかですね、これは花見の木紅葉しておりますね。それと同時に、あと2週間ほどいたしましたら、このウェスティン都ホテル京都も満室状態。